にちは。お金を増やす専門家の浅見浩司です。今日はですね、これから消費税が上がります。それに伴って、為替相場の予測をしてみたいと思います。為替相場といってもですね、円とドルの関係ですね。今だいたい1ドル102円ぐらいで推移していますが、これから半年から1年先に円安に行くのか円高に向かうのか、これを過去のデータから予想してみたいと思います。過去ですね、1989年に消費税が 3% に初めてなりましたよね。でそして次1997年に消費税が 3% から 5% へアップしました。そのですね、2つの年は実は円安に動いたという事実があります。しかも 20% 近くの円安に動いています。それはなぜかというと、やはり消費税が上がってしまうと一旦消費行動がある程度止まってしまうんですよね。でそれを見た外国人投資家が円から自国の通貨にお金を戻してしまうという現象が起きます。そうすると必然的に円安になるということなんですね。で今年いよいよ4月1日から消費税が 8% にアップしますね。ということでいくと、もうお分かりですね。何も起きなければ円安に行くっていうことなんですよ。ただ今はですね、世界情勢が不安定な時期でもあります。日本と中国、そして韓国、ロシア、いろんな問題がありますので、何か起きればやはり円っていうのは世界的に見ると強い通貨なので、買われて円高に動くということもあります。なので何もなければ円安に行くと私は予想します。といってもですね、実はこれ、ある、有名なですね、投資家の方から聞いた情報をもとにお話をしています。でこの情報をもとにですね、投資をして、うまくいくかどうかはあなた次第ですので、その辺は検討してください。今日はここまでです。ありがとうございました。